チって本当にすごいんだな。塔にある3つの光の輪の1つが地面になったな。早く次の装置を探そうぜ。おとなしく捕まれ、剣忍戦票。そんな乱暴はやめて。ソル、しびれなさ、しびれなさ。私は精神と共にあれ。私は精神と共にあれ。三つある光の輪のうち二つが地面になった。あと一つで塔の上に行くための封印を解除できるな。
動くべきだ。動くべきだ。しびれさせちゃうね。我が命を引きたまえ。妖魔め、立つされ。雨を描きがたし。運命の巨影。ほかおうぎ。この全てが終わったら今日の出来事を歌にしようと思う。うん、きっとこの歌はバネッサの物語のようにモンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。そういえばディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの部外者。秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。自由だよ。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だとそう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ウェンティ。では旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。なるほどな、道理で知ってる声だったんだ。見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。距離を取った。でも彼の考えは読めてるから、もう少し我慢して。
そのマダンから純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置をコントロールできないから君がちゃんと見極めてね。少し我慢して。リンと対等に戦える。世界一の詩人も加勢するからね。でも一つだけ言っておく、トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。汚れた血の塊だよ。これが運命です。運命です。この剣はわかるかい。封印厳剣。Thank you.
僕がつけたんだ。おい、まあとにかく封印を使って足場のひびを回避しよう。ひびから湧いてくるエネルギーはとても熱いから気をつけてね。一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほどなぜ昔のように我に守れと命令しなかった？君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろう。風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流祭はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。やっと栄誉騎士の凱旋だね。ひひ、こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきてあんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。ううん、今回の件が無事片付いたのはあんたたちの頑張りがあったからだよ。最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも偵察騎士としての仕事を果たしただけだもの。ふふん、礼なんていらないぞ。あ、そういえばアンバーはここでオイラたちを待ってくれてたのか？今回の任務は遠征とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。ほら、今は後片付けをしているとこ。後片付け？モンドに何かあったのか？うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、
ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。うん、でもなんだかおかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか。じゃあもしトワリンを助けてなかったら、そのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね。偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。あー、ごめんね、せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。あ、そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて、ここの片付けが終わったらすぐ行くから。ついに来た、盛り上がってきたぞ。危機よ、災難よ、冒険よ、熱血よ。冒険者協会はとうとう猫や犬探しといった低俗な依頼とおさらばだ。新たな冒険時代がやってくる。若者よ、さあ冒険者協会に入ろう。こんな時こそ流災を鎮め、モンドを救うんだ。ん、なんだと？流災が終結した？代理団長の演説を聞いていなかったのか？だ、風魔竜よ、なぜもう少し耐えてくれなかった？我々の出番がまだだというのに。ありがとうな、やっと一件落着だ。流災の影響でいくつかの輸送ルートが封鎖されてね。食料や果物ならまだしも、お酒まで品切れになったらそれこそおしまいだ。お酒を飲めない日々なんて想像もできない。あ、早く輸送ルートが復活してくれることを祈るよ。あれが四風守護の一柱、トワリン様だったなんて。モンドの人々は過去のトワリン様の犠牲を忘れるべきではありません。不幸中の幸いですが、私たちと東風の竜トワリン様の関係はまだ修復できるレベルのものです。今回はあなたたちのおかげで助かりました。それにジン団長も本当に信仰に厚い人たちですね。セピロス騎士団がいてくれれば、これから先もモンドは平和と自由を享受できるでしょう。いらっしゃい、お客さん、ご注文は何にしますか？はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か？実力だけじゃなく騎士としての美徳、ユーモアも兼ね備えてるようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。頭ん中を整理したくてな。他の騎士は後片付けしてるっていうのに。考えるっていうのも大変な仕事だ。むしろ戦場の後片付けの方が楽だと思うぜ。ほーん、
アビス教団のことだよ。流祭でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好のチャンスだった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを送り込むか？真相を見極めるため俺は待つことにしたんだ。奴らの次の行動をな。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、モンドの城門でヒルチャールの叫び声を聞いてな、城内に不審者がいたんだよ。モンドの城内にか？ああ、他の騎士が城の外で戦っていれば、城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者とちょっとばかしやり合ってな、あの手この手で情報を聞かせてもらったその情報っていうのが、そいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。アビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのもその統治者の仕業だ。あの手この手ってどんなことして情報を聞き出したんだ？そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に王子様と呼ばれている。まあ情報共有はここまでにしておこう。アンバーがこっちに向かってきてる。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃあお先に失礼するぜ。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうそう、騎兵隊の隊長なのに率先して戦わないんだもん。はあ、まああの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペコペコだよ。先に注文させてもらうね。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。どれにしようかな。最近ますますにぎやかになってきましたね。君のモンドの酒が目当てで来たんでしょ。流祭も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼女の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。うん、モンドはいつでも歓迎するよ早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。がおすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。あ、そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって。天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。功労量に変わったやつだ。よっ、
こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで、外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度催促されたことか。持ってきたけど、ちょっとな。お、貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付金があるもの。え？その…いやー、天空のライアーだー。バルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアーを僕に貸して。直したかはわからないけど、天空のライアーはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？金融野郎、おい逃げるな。が見つかってよかったわ。ヒノ君や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な吟遊詩人。そこを諦めたモンドのために今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。ああ、これも神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。神の心を手に入れたもの。行きましょう、騎士団が来る前に。証拠を残さないようにね。あ、栄誉騎士、目が覚めたんだね。彼の状態は大丈夫って言えないかも。
あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて元素力で治療したんだけど、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか変だよね。確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの地のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど。あなたたちを襲ったのはファデュイ？ひどい。ジン団長はさっき騎士団本部に帰ったよ。なんとか証拠を見つけ出すって。でももし彼らが何の証拠も残していなかったら騎士団も告発できないかもしれないってジン団長が言ってた。私は精神と共にあれ。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はあ、なんでこのセリフを言うときはいつもついてないときなんだろう。気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して元素力を導いている。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは元神と呼ばれて天空の島に登る資格があるんだ。原神？聞いたことがない言葉だな。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。それが神の心だよ。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位コード。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージナヤの助行？うん、七神の一柱、スネージナヤパレスに鎮座する氷の助行。ファトス全員が忠誠を誓う唯一の相手だよ。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。あー、なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て断ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って自らリーユへ全域を治めてるから。
彼は年に一度だけ公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に伝えるんだ。それでもその仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。うん、逃したらまた一年待つことになる。はあ、そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。じゃあな、早く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。ありがたく使っておくれ。僕にダンディライオン酒をおごってくれたらなおさらいいけど、旅人、君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、チョコ、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は銀融詩人だからね、ずっと同じ場所にはとどまらないよ。じゃあ早くリーユへに行くといい。今年のゲーセン儀式を見逃したらまた一年待つことになるからね。